新潟市立塗ったり図書館は、新潟市立中央図書館の前身となった新潟県、新潟市に存在した公立図書館である。市民から市立塗ったり図書館について、市議官を求める請願が1926年1月に行われ、新潟市立塗ったり図書館が開館されることとなった。当初は、独立した図書館であったが、市役所沼水出張所、 高等公民館と災害や火災で場所を移しながら東地区総合庁舎に移転した。開館から新潟市の合併まで1905年9月23日、沼水神常高等小学校内に開館。沼水町教育会、北西文庫、孔師文庫の3社による、蔵書約1600冊。1914年、沼水町が新潟市に編入合併したため閉館。 もともと新潟市に、市立図書館設置の動きがあったため。しかし、1915年4月、より以上に、県立図書館ができたため、市立図書館の設立は中止された。再開1920年9月10日、栗の木川前通りにあった新潟市役所沼水、出張所の会場を借りて再開。沼水町青年協会による、従来から引き継いだ蔵書百冊。 寄贈された、蔵書100冊、県立図書館からの廃本300冊。1926年3月まで。4月に、私立に移管独立会館時代1926年1月、私立塗ったり図書館長である、星信夫は、市営であるがために、その基礎度をもすれ派同様面です。社会の改善思想の全道等に貢献せんとよく、するもどく手持ち無べからさるため、 万丈一致の決議をもって市への遺憾を求める、請願書を提出する。その請願が認められ、1926年4月に、新潟市立塗ったり図書館として開館された。その後、1942年12月に火災に遭い、残存図書を市立高等女学校に預けて閉館した。市役所沼水出張書内時代戦後、成人教育政策の重要な一環に、 公共図書館が据えられた。文化国家建設が推進される中、閉館していた沼水図書館を再開する地域の要望も後押しとなり、1947年7月に新潟市役所沼水出張所の2階の一部を使用して沼水図書館が再開された。蔵書数は3538冊。1948年から青年グループによる 読書会が結成され、彼らの運動紙を結び、1949年10月に出張者の2階全部を使用することとなり、床面積は2倍の34.5坪に広がり、増書を増やし閲覧室を拡充した。増書数は5800冊。1951年1月より、かねてから市民から要望のあった一般利用者への考え貸し出しが開始された。 1953年12月に新潟市役所塗ったり支所が移転したため2階建て建物の全施設を図書館として使用することとなった独立図書館としてより活用しやすくするため1954年6月21日に一度に休館し改築を実施し8月25日に再開された1964年6月16日に 新潟地震が発災し、市内図書館で最も大きな被害を受けることとなり、建物が使用不可能になった。高等公民館時代塗ったり図書館は、1964年6月16日に新潟地震を被災。陥没や傾斜などの被害が大きく、余震等による倒壊の危険があったため、同年7月22日に取り壊された。同年6月20日より、 高等公民館に図書館を移転し仮住まいを始めた。蔵書に万8000冊の多くを沼水小学校倉庫で保管し、高等公民館の大広間にて6000冊ほどの小説や全集類を公開した。資料の公開場所として協力の申し出があった3カ所にて青空文庫を実施、自動書50冊を毎週配本し、 移動図書館1967年開設の前身となった。東地区総合庁舎時代1965年10月31日、東地区総合庁舎が竣工同年12月13日塗ったり図書館が移転、全業務を再開した。鉄筋5階建ての建物で2階と3階のそれぞれ東側を図書館とした。2階は小中学生用閲覧室。 貸出文庫室、書庫、事務室等、3階は、一般閲覧室と書庫を配置した。延べ床面積は598平方メートル、内一般閲覧室209.55平方メートル自動閲覧室や119.79平方メートル。1965年の増書冊数は29,109冊、貸出冊数は15,352冊。 昭和58年1月東保健所の移転に伴う庁舎内の移動、改築により延べ床面積が936平方メートルに拡充した。また冷房工事を行い夏季も快適に過ごせるようになった。1992年4月から全日曜日を開館し、1993年10月から貸し出し冊数を3冊から5冊までとした。2000年4月、 新電算システムが稼働した。2007年6月、新潟市立中央図書館への移転に伴い、新潟市立塗ったり図書館は閉館した。ありがとうございます。